おはようございます、こんにちは、こんばんは、春平太と申します。今回はこちらロジクールの G230 というヘッドセットをジャンクで入手しました。まあ人によってヘッドセットとかヘッドホンは中古のは絶対使いたくないっていう人もいますね。まあ、そんな方にはあまり向かないですし、まあ、衛生面とか気にしてる方には中古のヘッドセットはあまりおすすめはしませんが、まあ、今回そういったことも考慮して修復改造していきたいと思います。まずは分解して補修していきたいと思います。まあ、まずは簡単なチェックから。まあ、ここひび割れてますね。他は大丈夫かな。ただだいぶ汚いです。まずは分解していきましょう。だいぶ汚い。この辺なんか緩い気がするんだけど、まあ、こんなもんなんですかね。まあ、この部分は押せば下に外れます。ネジがいっぱい。長さは同じっぽいですね。先にこっちを取っちゃいましょう。切れると面倒くさいので。ここはばらけないように内側につけておきましょう。全部つけちゃってもいいかな。まあいいか。大丈夫かな。接着剤必須になりそうな取り方をしてる。しょうがないですね、もうここまで来たら。
応元の配線を覚えるために写真に撮っておきます。忘れちゃうと困るので。マイクの線とかはささっと取った方がいいらしいです。なんか長時間熱するとノイズが入りやすくなったりするらしいです。はい、取れました。ただこっちですね。取れないな。あ、ここまでやっぱつながってないんだ。あ逆側からいくとすんなり取れる。あれ、こっち側は？こっちは結構がっちり固まっちゃってるからすんなり取れない。大丈夫かな。まあなんとかなるでしょう。
なるほど。これがここに引っかかって、まあ、段差で長さを調整できるような感じですね。これここ取んないと取れないのか。ちょっと一回これ保留しよう。接着剤を多めに。つけて。接着。瞬間じゃないんで。なかなかうまく。入らないな。ここのひび割れてるところに少し注入していきます。まあ、簡単な補修なのでこんなもんでしょう。こっちもなかなか綺麗かな。よし。では第1回目の簡単な補修、まあ、分解補修ですねはここで一旦終了とします。では次の動画で。